黄河三郎基地の敗北釜井拓也の手記一、すべての犯罪者ことに殺人者はあまりに犯罪の証跡を隠蔽することに苦心省慮しすぎる例えば 大正年間に行われた有名な田山県の殺しにおいても県が深夜物置で死体の獅子をのこぎりでバラバラに切り離した恐ろしい努力も切り離した獅子をトランクに詰めて遠く信濃川に運んで行きした苦心も筆胸何の意味をなさなかったではないかイギリスの殺人者マンニング夫婦は巧みに 何人にも悟られることなく犠牲者たる富豪を自宅に連れ込んで殺害した上に台所の敷石を掘り起こしてその下に死体を埋めた彼らはこうして当分知らぬ顔をしていたらよかったであろうに翌日急遽家を畳んで逃亡したしかし四五日の間は誰も気にするものもなくいよいよ不審を起こして警官が出張して調べることになった時にも マンニンニグ夫婦が愚かな失策さえしておかなければ彼らは借金のために苦し紛れにしたところの普通の逃亡と見なされたのである彼らは小石を覆うことに急の余り他の部屋はいずれも乱雑に取り乱されてあるにもかかわらずなんと台所だけはちゃんと吐き清めてきちんと整頓してあったのだこのことは 敏感な探偵の頭を刺激せずには置かない死体はすぐに発見されたのだった殺人者はまたしばしば嫌疑から逃れるために最も良き方法としてことさらにアリバイを作るものである彼は殺人の行われた時間に他の場所にいたことを偽証するために殺人の時間か他の場所にいた時間かいずれか一方を 第三者に錯覚を起こさしめるように企まななくてはならない。この呪術はなかなか難しいものであるその上に彼は他の場所にいたことを確実に第三者に知られなくてはならない必要上そこでは例えば酔ったふりをして交番に連れ込まれるとか相手に深い印象を与えるようなわざとらしい時間の聞き方とか言ったような芝居じみたことをしなくてはならない。 こうした方法はうっかりするとかえって後に権議を招く元となるのである現状アリバイ偽造の特徴はもし成功すれば絶対的に権議圏外に置かれるにあるが同時にその弱点はもし見破られたならばもはやそれ一つで致命的の打撃となるのであるおよそ反世を絶対的に隠蔽するという企て すなわちいわゆるパーフェクトクライムはそれが完全である間は有効であるがもしその一角でも崩れたらもうフェータルであるすなわちパーフェクトクライムは嫌疑を受けないということを第一条件とするのでこの種の犯罪計画者は実際においてもまた小説の上においても一度嫌疑を向けられると気の毒なほど収拾を狼狽して 育児なく自白してしてまうのである前に述べた田山健のごときも信濃川に投じた死体入りのトランクが浮かび上がったと聞くやあれほどの用意周到な犯罪計画者がたちまち狼狽して犯罪の発覚を早め自白を余儀なくされているのであるさて市からは殺人を犯して逮捕あるいは処刑を免れるものはどういう種類であるかというに 第一計画的犯罪でないものに多い。第二に濃厚な嫌疑を被っていながら証拠不十分のものに多いすなわち犯罪の発覚から犯人の推定に至るまで犯罪の動機が地上怨恨物取りの遺憾を問わず必ずや因果関係をもって推されるのであるから因果関係の薄いものほど発覚しにくいのである。 しかしながら犯人たる者はその程度の大小こそあれ必ず犯罪に因果関係を有する者であるから絶対に嫌疑圏外にいるということは難しいのであるむしろ必ず嫌疑を受ける者と覚悟をしなくてはならないのであるところで現代の裁判ではいかに嫌疑が濃厚であってもよし被疑者の自白があっても 積極的に断罪すべき材料のない時には処刑されないものを普通とするから犯罪の現場を確実に第三者に見られない限り動かすべからざる証拠を現場に残さない限り絶対的否認によってまず刑は免れるのである私が叔父釜井賢吉を殺そうと決心してから犯罪学・犯罪実は 探偵小説等あらゆる犯罪に関する文献を読んで結論し得たところのものは今述べたことであった現在の状態で叔父が殺されたとすると第一番に嫌疑を受けるのは私であるなぜなら私は現に叔父の家に帰職しているし叔父の唯一の肉親であり従って叔父の莫大な遺産の相続者でありかつ私は 何のなすところもなくブラブラして勇当に日を送って借金で首が回らなくなり主戦度のおじをいたぶるだけいたぶって最近はおじの所蔵している書が骨董や宝石類を無断で持ち出して売り飛ばしたことは一度や二度ではないのである私がおじを殺さなくてはならなくなったのは実はこの九博からであるしかし もし、ぬすっとにも一部の理を言わせてもらうならば、私は、叔父の鈍乱な目を見、不別的な言葉を聞くのに耐えられなくなったのである。彼は今もなお、過食の方法として、一遍の紙に過ぎない書画や、数万円を投じることを何とも思わないにかかわらず、唯一の肉親であって、死後は彼の遺産をそっくり継承すべき私に、十円の金もくれないのである。 くれないばかりか実に聞くに堪えない罵詈雑言をするのだ私は今や彼を肉親とも叔父とも思ってはいない彼は一個の敵である私は復讐のために彼を殺すのである殺人の動機についてはこれ以上言うまい言っても無駄である いくら理屈を言ってみたところで私の犯罪は正義化されはしない私は一個の憎むべき存続殺人犯人であるそれで差し支えないのだところで今言う通り叔父を殺せば嫌疑は第一に私に向けられるのだ私はアリバイ偽造の方法をいくつか考えてみた しかしこの方法は難しいばかりでなく、一旦悟られたら致命的であるという大欠陥がある。そこで私はすでに結論した通り、最も危険そうで、しかも最も安全である方法。濃厚なる嫌疑のうちに座しながら、高末も積極的の手がかりを残さないという方法を選んだのである。殺人は他の犯罪に比較して、 唯一のの目撃者たるる相手を殺してしてまうのであるから、第三者に認められない限り現場に指紋等を残さない限り最も重要なるべき証拠は消えてしまうのであるいや仮に第三者に認められたとしてもそれが確実でない限り例えば証人が犯人は私らしいと言ったところで私が絶対に否認してしまえば 積極的の証拠とはなり得なりいだろう指紋については好都合なことには私は現に叔父の家に同居しているのであるからそこここから私の指紋が現れたとしてもこれまた積極的証拠にはなりえないのだ。もう一つ残った問題は叔父が死の際にあるいは私が犯人だと言うかもしれないことだ。というのは 私は雇い人たちに現場を見られないために、とっさに犯行を遂げなくてはならない。叔父の恐怖の叫び声に雇い人が駆けつけてくるために、私は最後のとどめをする暇がないかもしれないのである。しかし、被害者の死に際の言葉は犯人決定の積極的証拠にはならない。私は悪びれず、 叔父から私が犯人だと思われても仕方がない立場にあったことを述べればよいのだそうして犯行を否認し続ければよいのである書き遅れたが私はおじを殺すのに毒を用いるつもりはなかった毒殺は甚ははだ簡単ではあるけれど幸いに自然死と誤認されればいいがそんなことは予期することができないしもし少しでも疑われて 死体の一部に厳密な科学的検査がかけられ毒物が検出されたらそれこそ私が殺したことを自白するような結果になるのを恐れたからであるさて私はいよいよ叔父を殺害するにあたって他に一人の嫌疑者を作ることを工夫した実際においては無論のこと小説においても事故の犯した罪を 全然無個の第三者に背負わしてしまうということはまずできることではないすなわち無個の嫌疑者を作るということは積極的に罪を免れる方法にはなり得ないしかし消極的に捜査の方法を誤らしかつ事故の嫌疑を薄めるには十分役に立つのである例えば第三者を現場付近にうろつかせ銃口のくゆったピストル あるいいは結婚のつたた担当を持たせ何人が見ても彼が犯人であるかのように誤認させることができれば警官は直ちに彼を捕獲するであろうそうして逮捕した警官たちは彼が犯人でない証拠を集めるより前にまず彼が犯人である証拠を一生懸命に探すであろう警官たちはそこで若干の証拠が集まれば 満足して、権威者を連れて、洋々と警察署に引き上げるであろう。後に彼が真犯人でないことが発見されても、現場付近はすでに証拠収集場としては適しないだろうし、真犯人は安全圏内に身を入れることも可能であろう。しかし、かかる犠牲的権威者は、極めて自然に作らねばならぬ。決して、 警察署に権威者をを密告するが如きの具をしてはならならいのであるフランスの殺人鬼として19世紀末に全世界を騒がしたエイラウとその上夫ガブリエルが捕獲されたのは彼ら2人がお互いにつまらない密告をしたからであった殺人犯ではないが最近の一高解文書犯人も捜査の方針を誤らす目的で警察に送った手紙が かえって彼を縛る道具となったのであるさて私はこうした考慮のもとに着々計画を進行したそうして手際よく反抗を遂げ犯行後も大胆にかつ強情に全ての嫌疑に対して否定し続けてついに成功したのだった私の反抗の顛末は私の自身の手記としてではなく 当時の新聞紙上に現れた記事や犯罪実話家の物語に基づいて第三者的見方で書いてみよう2昭和罰年7月26日夜東京市内麹島地区罰番町××番地釜井賢吉四方で奇怪な殺人事件が起こった。 釜石は一代でで、巨万の富を積んだ人でその主戦土的気候については一部にことごとく知られている老人である鎌池には当時老人のおいにあたる同姓拓也という当年36の壮年と下男下女合わせて4人の召使いがいた拓也は鎌池唯一の肉親で従って彼の遺産相続者だったが とにかく老人とは仲が悪かった。というのは拓也はこの年になるまで何一つ仕事をせずカフェやダンス場に出入りして女を漁さるほかに脳がなかったのでただでさえ主戦度と言われている老人の気に入るはずがなかったのであるそのために老人はよく老いに対して召使いどもが菊に堪えないような造言をしたそうである。 しかし、この頃は老人も諦めたか、おいに対して財布の紐を固く締めることにして、ほとんど口をきかなくなった。両道を立たれた拓也は、仕方なく、叔父の所蔵している書が骨董類を持ち出しては、密かに売り渡して小遣いにしていた。さて、反抗のあった夜であるが、その朝、拓也が、釜井老人秘蔵のダイヤモンド、 大小3粒ばかりを持ち出したことが発覚したので夜になって真っ赤になって怒った叔父は拓也を呼びつけて叱責したところが拓也は空うそ吹いてダイヤを盗んだことを否認もしなければ返すとも言わなかったかまい老人は地談打を踏んで悔しがって大声に罵りわめいた彼の怒号の声は遠く召使いの部屋まで聞こえて 気の小さい女中は縮み上がっていたということだったところがしばらくすると急に土星が止んで肌と静かになってしまったあまり不思議だったので女中頭のばあやがそっと老人の書斎に行ってドアの鍵穴からのぞくと彼女は顔色を変えたというのは中では甥の拓也がものすごい顔をして おじの老人にピストルを突きつけていた老人は恐怖で顔を真っ青にしてガタガタと震えていたおじさんくやは言うのである私を罵倒するのもいい加減にしてください一寸の虫にも五分の魂ということがありますよいくら相手がおじさんだってそうそう我慢はできません こうやって私があなたにピストルを突きつけているところを人が見たら、さぞ私を悪人だと思うでしょうが、このピストルは実はあなたのもので、あなたが私に突きつけたのです。私はあなたの油断を見澄まして、こうして取り上げて、あべこべにあなたに突きつけているのですが、一体あなたは私を本当に撃つつもりだったのですか もしおじさんがそういう気なら私も容赦しませんよ拓也はそう言いながらキッとなってピストルの狙いを定めたすると老人は口をパクパクと金魚のように開けたり塞いだりして「うわー」という意味のない言葉をわずかにうなりながら両手を合わせて老いを拝むのだった拓也は 老人の哀れみをこう様子を小気味よさそうに見下しながら「おじさん言っておきますがね僕はあなたが憎くてたまらないのですよ」「あなたが他人で僕が遺産相続者でなかったらとうに討ち殺しているんだ」「僕はあなたを殺すと法律によって遺産相続の権利がなくなりますから辛抱しているんです」 悔しかったら生きているうちに財産をみんな誰かにくれてしまいなさいおじさんにはどんなことがあってもそんなことはできないでしょうもっともそんなことをすればあなたは即座に私に殺されてしまうんですけれども盗み聞いていた女中頭は肉親の間に醸される醜いかつ恐ろしい闘争を目の当たり見て 驚きのあまりフラフラとそこへ倒れそうになったしかし間もなく拓也はテーブルの上にポンとピストルを投げ出して捨てゼリフを言いながら出口に近づいてきたので見つけられては大変と老婆は方法の手で女中部屋に逃げ帰った拓也がおじと争ったのは十時ごろだったがいつも早く寝るかまい老人は その夜に限って12時近くになっても寝なかった彼は書斎で書き物を続けていたのだった後に調べるとそれは彼の財産を全部公共団体に寄付するという証書だった拓也は老人の主戦度的な性質を知っているので生前に一銭たりとも他人に譲渡するようなことはないと信じて鷹をくくっていたのだったがさすがの臨食官も 老いに命を脅かされたので遺産を彼にやらないようにこんな決心をしたらしいのだったこの少々したためていたという事実が後に拓也が老人殺害の嫌疑を受ける一つの原因となった主人が寝ないので召使いたちも起きていたおいの拓也は寝巻きに着替えて寝室に入ったがしばらくは蓄音機の声が騒々しく聞こえてきたし その後でも時折鼻歌が漏れ聞こえたりしてやはり起きているらしかった。午後12時近く。拓也の寝室から鼻歌が漏れた時。これはかなり重要なことである。後に女中たち3人は揃って、拓也の部屋から、ふーん、ふーんと鼻を鳴らしながら英語の鼻歌が漏れていたことと、それが拓也自身に相違ないことを証言したのである。 突然、老人の書斎で、公然とピストルの音がした。女中たちはしばらくぼうぜんとした。と、拓也の部屋の扉が開く音がして、続いてバタバタと廊下を駆け出す音がした。三人の女中のうち、気丈な老婆だけが恐る恐る部屋の外に首を出した。すると確かに拓也が寝巻き姿でどんどん駆けていくのが目に入った。 拓哉はやがて廊下の角でくるりと書斎の方に曲がって姿を消してしまったそこで老婆は再び部屋の中に首を引っ込めてブルブル震えている二人の若い女中に「拓哉様がかけておいでになったから一緒に見に行きましょう」と言ったそして三人連れで部屋を出たこの時に 門のののそば屋屋で寝ていた下男の爺やが番小屋を出た女中頭を先頭にして三人の女中が小走りに廊下の角を曲がって書斎の方がずーっと見通せるところに来るとこれは非常に重要なことであるが三人の目に映ったのは今しも拓也が書斎の扉に全身の力を込めてぶっつかった姿だった。扉はメリメリ と音がして大きな穴が開いたその穴から拓也はたちまち部屋に飛び込んだ3人の女中はすぐに破れた扉のところに来たそして折り重なりながらこわごわ中を覗くと部屋の真ん中にかまいい老人が仰向けに倒れていたそれへのしかかるようにして拓也が抱き上げようとしていた彼は おじさんしっかりしなさいと叫んでいたようだった床は血だらけだった老人の胸は真っ赤に染まっていた抱き上げた拓哉の寝まきも血だらけだった老人は右手にピストルを握っていた見ると正面の庭に向いている窓が1か所空いていた 3人の女中の見たところはそれだけだった3人のうちやはり女中頭だけが主人のそばに駆け寄ったあとの2人は入り口のところでブルブル震えていた女中頭が駆け寄った時には老人はまだ息があるらしかった老人は女中頭の姿を認めたと見えてわずかに「たくやが」 タクヤがと言ってそれからがっくりと首を垂れて事切れてしまったこの老人が最後に言った言葉は後でかなり問題になった女中頭は検事の問いにこう答えているさあ「くやが」とおっしゃったことは確かでございますが。 その後のことこははっきりお答えしかねまたくやがどうしたということをおっしゃるつもりだったとは存じますがこれが何かは分かりませんでした一部の人には老人の最後の言葉は「拓也が殺した」というので「女中頭も大体いいそれと察しているのだが言いかねているんだ」という説が立てられた。 それに対してダクヤは高見事に答えている。おじは私が殺したというつもりだったのかもしれません。ほんの二時間ばかり前に私はおじを殺すと言って脅かしたのですから、死に際の朦朧たる意識の中で犯人を私と思い込んだのかもしれません。しかし再三申し上げるように。 私が鍵のかかっている扉を破って中へ入りました時にはおじはもう真っ赤に血に染まって倒れておりましたさて門後屋にいたじいやであるが彼は反抗のあった時にはすでに寝入り花だったが夢うつつの境にピストルの音を聞いて飛び起きたそしてしばらく耳を澄ました後立ち上がって寝巻きの帯を締め直して 出口のかき金を外して遠くって外に出たこの間の時間がまず1分余りと見られるのである彼は後に再三係官の前で今言った動作を繰り返してストップウォッチで時間を計られたのである女中たちがピストルの音を聞き次いで拓也の飛び出す足音を聞いてそれから3人一緒に部屋を出るまでにやはり約1分を費やしているから。 女中たちが部屋を出た時と下男が門小屋を出た時はほぼ同時と見られるのだったこれはかなり重要なことであるところで爺やが小屋の外へ出ると彼の目の前をかすって黒い人影が横っ飛びに飛んだ爺やは思わず身を引いて闇をじっと見透かしたがやがて「泥棒」と大声を上げて影の後を追った 人影は門のところで消えてしまったジいやは門のところに駆け寄ってみると寝る時に確かに締まりをしておいたはずのくぐり戸が開いていたくせ者は前もって逃げ道のために中から開けておいたものと見えるかまいたのピストルの音は深夜の静まり返った闇を破って二三丁先を巡回中の警官の耳に入った。 警官はすぐに足を宙にして駆け出した釜井邸の付近に来ると今しも門内から怪しい男が駆け出すのが目についた警官は彼を追いながら予備校の笛を吹いた非常線は張られたしかしくせ者はどこをどうくぐったかとうとう捕まらなかった急報によって釜井邸へは 所轄警察署の首脳が急行したついで判検時の一行が夜もちらちらと明けかかった頃現場に出張した庭にはくせ者の足跡が点々とついていたくせ者はどこから忍び込んだか不明だった構い底には高い塀が巡らしてあったから乗り越えることは難しいしまた乗り越した跡もなかった足跡は くぐりと問題の書斎の下の間についていたその間にくせ者が慌てて落としていったらしい50銭銀貨が23枚と五円紙幣が1枚散っていた拓也の証言ではそれらの金は多分書斎の机の上に置いてあった老人のガマ口の中身の一部であろうということだった翌日の昼問題のガマ口は 門前のドブの中から発見されたところが犯人の経路であるがどこから忍び込んだか不明のく者はまず庭に入って明かりを頼りに書斎の下に来て背伸びをしながら中を覗くと老人が多分かきつかれて居眠りをしていたので大胆にも窓を押し開いて中に入って金品を物色中老人が目を覚ましてピストルを突きつけようとしたので 持っていた担当で言い忘れたが担当は老人の胸に突き刺さったままだった「飛びかかりざまひとつきに突き刺し老人が倒れながらピストルの引き金を引いた時には彼は早くも身を躍らして窓から下へ飛び降りたのである」「まずこういう推測だった」以上が当時新聞や実話作者によって伝えられたところで。 無論当座は誰一人私を疑うものはなかった私は早晩疑いをかけられることを予期していたが犯検時の一行や警察官の一体が引き上げていった時にはあまりにうまく運びすぎたので少し気味が悪いくらいだった私は悠々反責をくらますことができる破れた扉も修繕しようし汚れた床も洗おう しばらくしたらきっと探偵たちが慌ててここへ調べに来るだろうしかしその時になって扉の鍵が内側についていたかどうか死体の頭はどっちを向いていたかなどと騒ぎ回ってももう遅いのだ私は係官の引き上げた後ともすると口笛を吹きたいようないそいそした気持ちになるので弱ったほどだった しかしたった一つ気になったのは私が前日盗んでおいたダイヤのうち一つがどこへ行ったのかどうしても探し出せないことだっただが盗んだダイヤなどは私のした殺人に何の関係もないことなので別に大した気にもかけずそのままにしておいた 四五日は、刑事たちは夢中で、犯人と目せられた私の庭内に。そうだ、もうこの家は完全に私のものである。忍び込んだ怪しい男を追跡していた。他に犯人があろうなどとは、誰一人考えつかないで。その間に私は、悠然と庭内を整理していた。五日目に、その怪しい男が捕まった。 というよりは彼は恐ろしい殺人の嫌疑をかけられているのに驚いて自首して出たのだった彼は係官の尋問に答えて言った明日宿無しのルンペンです二三日仕事に敗れて懐は一文無しになるし明日はもう飯も食えないという始末であの日の夜中にブラブラと神田から九段坂を登って 問題の釜井さんの家の前に引かかってふと門んのところを見ますとガマ口が一つ口を開いて落ちているじゃありませんかハッと思って急いで拾い上げるとなんだ空っぽなんですがっかりしてガマ口を捨てようとしますと敷石のところに五十銭玉が一つ落ちているんです それから、くぐり戸のそばにも一つ落ちているんです。私は急いでその二つを拾い上げながら、何の気なしにくぐり戸を押すと、スーッと開くんです。ひょいと中を見ると、そこにはまた五十銭玉が一つ。それから一軒ばかり先には、殺らしいものが落ちています。足は考えました。こりゃ ここの旦那か若旦那が酔っ払って帰ってきて釜口の中のお金をばらまきながら気がつかないで家へ入ったのだとねそこで足はみんな拾ってやれと思ってくぐり戸から中に入ってバラバラと道しるべのように落ちている札や銀貨を拾いながらその後を伝っていくとかがり火のついている洋館の下に来ちゃったんです。 そこで好奇心を起こして、寄せばよかったんですが、窓にかじりついて、中をひょいと覗いたんです。そうしたら、中にすごい顔をしたじいさんがいて、いきなり足をめがけて、ドンとピストルをぶっ放したので、あしゃびっくり仰天して、一目散に逃げ出したのです。 足がじいさんを殺したなんてとんでもない話です。足の方が殺されかかったんでさ。そうだ。この男の言うことはみんな本当である。私はこういう男をおびき寄せるために、女中たちには寝室に引き取ったと見せて、蓄音機をじゃんじゃん。鳴らしておいて、その暇にそっと外に出て、門から書斎の下まで。 銀貨や札をばらまいて道をつけておいたのだった私はひょっとするとこの時にダイヤを落としたのではないかと思っているそれをこの男に拾われているとちょっと面倒だがしかしそれが積極的な証拠になるようなことはありえないから大丈夫だところでかわいそうにこの男はそんな言葉なんか無論取り上げられなくて ぎぎゅゅうう尋問されたものだ。彼はついに苦しがって犯行後とうとう自白したそこで彼は検事局へ回されたがさすがは検事である彼の最初の申し立てが本当らしいと思い始めたつまりくぐり戸が開いていたというのが問題なのである前にも述べたとおり塀を乗り越えた形跡は少しもなかったのみならず この不老人は足が不健康だったとてもあの高い塀を乗り越えるということは不可能なのだったなお担当の出どころにも疑問点があるしこの男がピストルを突きつけられながら被害者を担当で差し得たかどうかも疑問なのだそこで検事は警察に再調査を命じたそこで検議は当然私に向いてきた 犯行があってから見つきばかりして、突如私は降因された。私はもとより覚悟の上である。大して驚きはしなかった。ところがなんと、調べれば調べるほど、私への疑惑はますます深められるばかりではないか。前に述べたから繰り返しはしないが、私の素行といい、当時の休迫していた状態といい、当や叔父と争った点といい、 父の書いていいいてたたが私にに非常に不利だった点といい何もかも疑惑だらけだいかにして犯行を遂げたかという点がやや不明なだけで私がおじを殺したということはほとんど動かすべからざることのように係官の心証に鋭じたのであるしかしそれは結局係官がそう思いそう信ずるだけでこれはという動かすべからざる証拠は一つもないのである 係官は焦った何回となく女中たちや下男を呼び出して尋問を重ね彼らの行動をストップウォッチで測って時間を定めたり非常な苦心を重ねた私も随分激しい尋問を受けたしかし私はあくまで否認し続けた無論私は寝室に引っ込んでからピストルの音を聞くまで 一歩も部屋の外に出ないと言い張ったのである。結局犯人と目指すべきものは、例の不老人か私か、この二人のうちに違いないのだが、不老人が犯人であるという確証もなければ、私が犯人であるという確証もないのである。不老人は金を拾いながら門内に入ったのだというけれども、それも証拠のないことで、 下男がどうかしたはずみに締め忘れておいたくぐり戸から書斎に入ってそこにあったガマ口を盗んで逃げたのかもしれない後で翻したけれども一旦は自白しているのだし怪しむべき点は多いしかし確実な証拠はない私もやはり同様で怪しむべき点は多々あるが断罪すべき材料はないのである 私がピストルの音を聞く瞬間まで私の寝室にいたことは疑うべからざる事実ではないか新聞紙上ではやかましく書き立てられ昭和の義獄事件だというのでいろいろの人がいろいろの推理を立てたけれども推理はついに推理に過ぎず私はとうとう余震面相となって三月ぶりで我が家に帰ることができた 帰った当座こそ何かと私に非難をかけ後ろ指をさすものもあったが人の噂わさも七十五日であるそれに金の威力があるしほんのしばらくの間に世間の人は私に暗い影があることなどは忘れてしまった私は紳士として大手を振って歩けるようになったのである未決を出てから半年ばかり 叔父が殺されてからかれこれ1年ばかり経った頃外出先から帰ってきた私はすっかり面目を改めた気持ちのいい書斎で遠い椅子に身を横たえて窓越しにキラキラ光る空一面の星を眺めながら屈託のないゆっくりした気持ちで鼻歌を歌っていたするとチリンと音がしてズボンのポケットから五十銭銀貨が一枚転がり出た そうして、たちまちどこかへ見えなくなってしまった。私は慌てて立ち上がった。たかが五十銭一枚だが、その時は妙に気になったのである。後で考えると、どこかの隅から私を睨んでいるおじの亡霊の処理だったかもしれない。とにかく私は亡くなった銀貨を探し回ったのである。ところが、 私は今まで少しも気がつかなかったが床の隅に小さな穴があることを発見した銀貨はそこから床の下へ落ちたとしか考えられないのである叔父の亡霊に取りつかれていたらしい私は何ということなしに床を剥がして下が覗いてみたくなったのである私は床の割れ目に手をかけて上げてみた すると意外なことには、二尺角ばかりの床板がわけなく持ち上がったのである。私は急いで下を見た。すると驚いたことには、そこには五十銭銀貨の代わりに素晴らしく光る宝石が一つ落ちていた。ああ、それは私が一年前に紛失したおじから盗んだタイヤの一つだった。 私はダイヤを取り上げるともう五十銭銀貨のことは忘れて急いで床板を元通りにした私は伝統の光で確かになくしたダイヤに違いないことを確かめるとほっと安心の息をついて上着のポケットにそろりと落とし込んだ私はこのダイヤはひょっとすると庭の外に落として誰かに拾われはしなかったかと心配していたのだったが 〈あの混乱に紛れてこの部屋で落としてそれが隙間から床下に落ちていたものと見える〉さて私がダイヤをポケットにしまい込んでほっとしながら元の灯椅子のところへ帰ろうとするとなんと思いがけなくも長く床まで垂れていた窓のカーテンがピクリと動いて一人の覆面した男がにゅうっと現れたのである。 誰だ、貴様は私はびっくりしながら怒鳴った。へっへっ、旦那。彼は言うのである。千年は、どうもありがとうございました。何き、貴様は一体誰だへっへあっしは。<laughs> アッシ だんにお金を恵んでいただいたへへ <laughs> あっしはねここのさきのだんながピストルをトンとぶっぱらしたときにすぐにまどにとびついてなかをのぞいたんでさそしたらだんながちょうどとびらのところからとびこんできたところでね 旦那はうまくやりましたねえ。びっくりして振り向いた年寄りにいきなり飛びかかって胸に担当をぐさっと突き刺すとすぐ部屋の外に飛び出してガチャリとかぎをかけましたねえ。それから「黙れ黙れ嘘だ嘘だ貴様の言うことは嘘だ!」そうだ。 この男の言うことは嘘に決まっているしかし私はあまりにも正確に図星を刺されたのではっと胸をとどろかした彼のこの一言は確かに私の平静を失わすのに威力があった嘘なら嘘でようござんすがねそんなら旦那何だって今のダイヤを大切そうにしまい込んだのですかい これは、俺のものだからしまったのだ。旦那のものですかい確かですかい確かだとも。旦那は、それをどこで、いつなくしたんですかここで殺人事件のあった夜だ。あの騒ぎで、俺はこの部屋で落としたのだ。この部屋で 確かにそうですかい殺人事件のあった夜ですかい確かにそうですかいうるさいそれに違いないんだああ。旦那はとんでもない嘘を言いましたね。そのダイヤは庭に落っこちていたんですぜ。 わしが警察の旦那に頼まれて床の下へそっと入れておいたのですが、旦那はあの夜絶対に庭に出ないとおっしゃいましたが、ダイヤをその夜になくしていられるところを見ると、旦那は今までうそを言っていたことになりますね彼は落ち着き払って言いながら、 呆然としている私の目の前で、悠々と覆面を外し始めた。あ、君はああ、私は愚かにも叫んだ。彼は顔をよく知っている刑事だった。拓也、とうとう白状したな。彼は言った。おのれ 我を忘れた私は彼に飛びかかったしかし私はすぐにねじ伏せられてしまったああ私は何という愚かなことをしたのであろうダイヤが庭に落ちていたものならばそれでまた言い抜ける術はあったのだった私はついつり込まれて あの夜なくしたことを滑らしてしまったダイヤが庭に落ちていたとすると私は今まで絶対に庭に出なかったという陳述を裏切ってしまったのだった私は庭に出て落としたことになるのである私は再び降印されてからいろいろと抗弁したけれども今度はもう駄めだった 私は有罪と決定されてしまったのであるところでこの刑事は私が未欠陥を出てから半年の間私を付け狙っていたのであるそうして彼はじっと私が床下のダイヤを発見するのを待っていたのである他のところから発見したのでは 私が不審を起こして彼のトリックにかからない恐れがあったから彼は私が何の疑惑も起こさない床下に隠したのだった私もそのためにダイヤを発見した時に何の疑いも起こさずついふらふらと彼の術中に陥ってしまったのだったああ私がたくらみにたくらみ あらん限りの基地を働かした計画も、このどんじゅうな刑事の恐るべき根気に、ついに敗北したのだった。